まあ、ヒューゴーではない。アドンでもない。そしてメドンソレイユさんは普通のヨシミツと。ステージは三角地の狭いところで、ヒルダの機動力がちょっとかわいそうかなというところですね。ただヨシミツも壁コン使えないので、あっと使ってしまって、じゃあすが失敗かな。ユーリから横切り決めて、さあ、ここは安定を取る。あっと、毒斬りから確定。構わずエイタメ振ってくる。ユーリから中段ガードを出し切って一発当たっている。使ったところを投げていく。さあユーリもう一回削る。さあガードゲージだいぶ削っていると思いますが、最後は後ろに吹っ飛ばしてリングアウト。リーチをかけたのはタラノコさんですね。おっと後ろを向いている。あっとこれは様子を見てしまったが、画面端ちょっと厳しかったということで、勝ち上がったのはタラノコさんのヒルダでした。